どうも皆さんこんにちは古河市立上尾野小学校は一人一台 iPad を使っていますあ子どもが一人一台使っていてそのタブレット端末を使ってプレゼンテーションをささせせててみようとさせよううとと考えていますでプレゼンンテーションを行うには情報を収集したり編集したり発信するっていう作業がありますのでその過程の中で思考力判断力表現力が われればなとといいうこをを考えてて研究を行っていますそこで複雑になってしまうのでプレゼンテーション力っていう言葉を定義しました自分の考えを相手に分かりやすく相手に伝える力のことを本校ではプレゼンテーション力としていますでプレゼンテーション力っていってこれこのまま活動してしまうとこれまたごちゃごちゃになってしまいますのでさらに言葉 を整理しまししままてランクというのをつけましたプレゼンテーション CBA の順でどんどんちょっと難しくなっていくようなランクをつけてみましたで一覧としても作っているんですがこれ細かく説明してしまうと5分に伸びちゃいますのでこれ報告のサイトの方で確認していただければなと思いますでまずランク C なんですが普段授業で行っているような 教師から児童への一問一答式のものであったりペアで相談をしたりグループ内で意見交流するような気軽にできるようなものをランクシートしていますで。こういった相手に伝えて反応がすぐ返ってくるような経験を踏んでいくことで積み重ねていくことで、まあ、人前に出てもしゃべれるようになるんじゃないかなと考えています。 次ランク B なんですが、まあ、グループで話し合ったりペアで話し合ったこととか自分の考えを、まあ、ちょっと教室の前に出てみたりして学級の中であったり、まあ、他の学年にも説明するということをランク B としていますで毎朝本校では朝の会でスピーチタイムというのを設けていますので毎日ランク B の発表を行っていますで一番 はランク A で個人で考えている学習課題の自分で学習課題を決めてそれを把握した上で情報の収集整理を行って分かりやすい構成を考えてあとはスライドを作ったりしながら、まあ、分かりやすい結論を発表するということを踏まえていますちなみに高学年5分で去年5 6年生にすごく5分ぐらいの発表簡単だろうみたいな話してたんですが 今ここに立ってみて難しいなと考え,ました考えてるのはちょっと難しいですね、5分ってね。で、実際そういったランクを設定してみて公開研究とか視察とかしてあと子どももどんどん地域であるような発表会にはどんどん参加させてみました。で、実際アンケートも取ってみたんですがどんどん子どもたちは発表に対しての意欲とか自信が高まっているっていうのが数値として分かりました。ちょっとこれ グラフ見づらいんですがでそういった経験を踏まえてマスター・オブ・プレゼンテーション制度というものを考えていますこれはプレゼンテーションの評価とかそのレベルを測るための制度として考えていて、まあ、レベルを細かく設定して達成した児童を、まあ、マスターと呼んでいこうと、まあ、子ども単純ですので喜ぶんじゃないかなと思って考えていますで教員にとってはこういった制度を作ることで指導の 目安にもなるし評価の基準にもなるとで子どもたちにもこれ教えていって自分のプレゼンテーションを作るためのモデルにもなるし自己評価とか友達の発表を聞く時の参考にもなるんじゃないかと考えていますで今細かく分けて考えているところなんですがこれを評価項目として設定していこうと考えていますですが現在課題もありまして 子どもたち発表上手にはなってきているんですが実際それが聞き手に伝わったかどうかっていう部分でまだ課題があります一方的に話してしまっているのでそれを評価するっていうこともマスター・オブ・プレゼンテーションの中で取り組んでいきたいなと考えていますでさらにこの研究重ねたことを公開研究会で発表していきたいんですがどのようにやれば効果的にあの。 こういうプレゼンの指導がありますよということを発表できるかということも考えていますちなみに8月28日23日に本校の公開研究がありますのでもし予定空いてる先生方がいらっしゃいましたらぜひ参加してくださいまだちょっと参加人数が思わしくない状態ですでこのような活動を通して本校のプレゼンテーションを広めていきたいと考えてますので皆さんぜひサイトの方などで 参考にしていただけたらなと思います本校の中間発表以上で終わりにしますありがとうございました